増えたんだぞ。サルノリを繰り出した。おお、そう、サルノリが可愛い。キノコ、あー、かわいそう。んな、やられモーションやめてくれ。タイプによる有利不利をすでに分かっているのか。なんだナロー系みたいなのやめてくれよ。なんか俺はさ、このポケモンは当たり前のにやってきてるからさ、草にさ、火強いのなんて分かってるけどさ、なんかさ。え、殿方、そのスマートフォンというのは一体何なのですか。素晴らしい人類の英知でございますみたいな。一気つれてたのに負けた。お前とヒマに強すぎだぞ。そうか、これくらい別に俺たちの方では普通だぞ。やれやれ、しゃあねえな。猿、あれもう猿か。ね、舐めてるこいつ。まだナロー系のノリ続いてたんだけど、いつまでスマホ一つで驚いてんだこいつら。もはや煽りまである。お前まだ俺のライバル足りえないよ。こう、ホップなんて試合見せてくれるんだ。嘘だろお前、ホップに推薦状渡してもらうのか。そいつはまだスマホ1台で驚いてるやつだぞ。これ二度蹴りいいんじゃない。よし、いいね。もう多分これあれなんだろうな、一生こいつはタイプ相性を把握してることに驚き続けるんだろうな。されることでしょう。なあお前さ、もうちょっと張り合いのあるライバルとして張り合いのあるあれをしてる。もういいよ、そのなんかははみたいな、お前ったらみたいな、眉毛の眉毛と目はさすがだぜ、へへみたいな。人もし、とりあえずあやぴかから。よーし、雑魚が語り目で。え、これ有効度ありませんね。やりますやります、いけるいける。完全に戦法がハマった。え、あれ、キューコンさん、あなたもらい火ですよね。あなた自分の使ってるポケモンの特性ご存知でない。そりゃホップもいちいち驚くわけだわ。この世界のポケモントレーナーには特性とか相性っていう概念がないんだきっと。すまんな、俺すでにポケモンの相性の概念が発見された後の世界から来たんだ。実は知ってるか、これスマートフォンって言うんだぜ。うわー、最悪。そんな、くそ、お前スマホを知っているだと。はあ、うぜえ。